皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もにゃんこ大戦争で遊んできます。さあ今回もガチャ動画行ってみましょう。いや今あれですよね、5000万ダウンロードで、レアチケット大盤振る舞いされてますからね。そうこちらですよね、今私9個目ですか。ですから14日まで毎日いただけますので、まあ全部貯めて、お、あ、今日にゃんにゃんデーです。そう2月じゃないです、毎月22日と、あと2日でしたっけ、2時20分から22分でなんかあれですよね、ステージが開放されるんですよね。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。私もまだチャレンジしてませんので、今日レミフラさんたちに、シュンさんとレミフラさんに教えていただきます。あ、書いてますね、ここに。殺意の猫さんたちが手に入るんですか。いや、結構使えるみたいですから、ちょっと今日チャレンジしないと。さあ、今回、間違ったって、普通にガマトゾ、いつもの流れでガマトゾ開いちゃった。そう、アイテム、後でちょっと見ておきますね。襖が、なんか破られてる。いつ変わったんですかね、こちらの襖。いつからこんなにボロボロに張り替えないと。さあ、では、レアガチャですね。行ってみましょう。超激レア確定。私初めてなんですよね、こちらのダークヒーローズさん。ガチャ回すの。逆襲の英雄ダークヒーローズさん。レアガチャイベントと。闇の姿を持つヒーローたちが見参と。さあ、私もシークレットまだ伝説ちゃん持ってないから、出てほしい。特殊能力を使い分けるとクラスチェンジができるんですね。闇のパワー解放と。いいですね。いいですよね。これ幅広くなりますよね。エイリアンと黒い敵に打たれ強いと。たまにエイリアンを吹っ飛ばして攻撃をダウン。ブラックキャットさんがお強いみたいですよ。エイリアンと赤い敵に滅法強い。エイリアンと赤い敵の動きを 100% 遅くすると。悩みますよね。どちら使うか。あ、こういう浮いてる敵にしか攻撃できないパターンとかもありますからね。ハヤブサさん持たれている方いらっしゃいましたね、私のライブで。まあ、ニャンマさんたちはもうかなり進んでいらっしゃいますからね。さあ、こちら 5% ですね。悟空猫祭りさんとかこの前 10% でしたからね。なんかすごい方は5、6体出られるみたいですよ、11回連続ガチャで。さあ、では行ってみましょう。私も目標2体で、1500猫間 OK です。何が出るかな、何が出るかなと。お、スケートちゃん、猫スケートちゃん、菩薩ちゃんですか。あ、懐かしいですね。ガンマンちゃん、バスタブちゃん。お、貯金ドスタンシリーズ、まあ、初めてじゃないですかね。そうですね、戦隊ウチコンガさん、ブリキネコちゃん。お、炭酸猫ちゃん。さあ出てこ、今確定ですから1体は出ますけど、ホッピングちゃん。さあそろそろですか、出ました。こちらの方はビグラーちゃんですか。おお、2連続マットシューターサキさん出ました、ありがとうございます。あ、なんと最後の最後に2連続でした。どんな感じでしたっけ、内容覚えてんない。でもキャットウーマンさん出てこなかった。キャットウーマンさんブラックキャットさんでしたっけ。出たのはこちらですか。エイリアンちゃんと浮いてる敵か、エイリアンちゃんとゾンビちゃん。ゾンビちゃんいいですね。波動を放つんですか。あ、そうなんですね。あ、こちら効果力、遠方攻撃いいですね。遠方攻撃私欲しかったから。どれぐらい遠方かですよね。で、ちょっと、パワーアップできますかね。使ってみましょうか。どこですかね。そういえば、昨日のライブ情報、にゃんこ大戦争さん、私ライブさせていただいたんですが、かぐや姫ちゃん、あまりお強くないっていうですね。衝撃の。あ、そう、ルガ族さんも、私ゲットしたんですよね。そう、いつも通り貯蔵庫にあるのを忘れてしまうとですね、
おっちょこちょいになるちゃんですからね。さあ、たくさん溜まっている。探し出すのが大変。そう、MP にするか、あれですよね。悩むんですよね。さあ、さきさんと、あとお一人。どこにいらっしゃいますか？どこでしょうか。ウォーリーを探せさんばりに難しい。いらっしゃらなくないですか？ものすごく小さいんですかね。あの奥？これ？あ、ここだ、これだった。何ですか、これ、タイヤですか？違いますね。何に乗ってるんですかね。あ、でも波動みたいですね、ちょっと。じゃあパワーアップしてと。今360万経験値ですから、もうにゃこ先生さんと同じ、私も経験値足りなさすぎますね。波動も見たいですね。あ、遠距離も見たい。どっちも見たい。レベル10にしますか。おお、なんかかっこよくなりましたね。どの時点で進化なんですかね。これは？あ、この、あ、レベル10でも変わるんですね。どうしますかね。浮いてる敵エリア。やっぱゾンビちゃん、動きを止めた方がいいですか。え？エイリアンとゾンビしか攻撃できない？どういうこと？あ、そんなに限定的なんですか。じゃあちょっと、もうちょっとパワーアップして。20までいけますかね。あ、足りない。さあ、もう経験値がなさすぎますね。では編成でおいでして、ゾンビちゃん生地いきますか。それは日本編じゃなくて、日本編は全部クリアしたんですけど、ゾンビちゃんステージですね。まだ、未来編でしたっけ、日本編でしたっけ未来編でしたっけ、もう何編か忘れちゃった。私宇宙編でももう積んでますからね。今レジェンドステージも積んでて、一体どうすればいいのと。4410、6300、ガオちゃんより高いんですか、値段が。ちょっとびっくりしましたけど。さあ、ユーザーランク受け取ってと。では未来編に戻りますか。さあ、一生のゾンビちゃん倒すと猫缶いただけますからね。全部のステージゾンビさんを倒すと、ですね、ボーナスでお宝2倍でしたっけ。でもそうなると、もうすでにお宝って溜まってるんですよね。ゾンビちゃん全員倒せるぐらいになると、すでにですね。さあ、行きましょう。そう、昨日のライブでこちらの大狂乱さんの猫島さんクリアしたんですよ、奇跡的に。いや、もう皆様のあれですよ、お教えの通りですよ。もう助言いただいてですね、なんとかクリアできました。ありがとうございます。遠距離の方から出した方がいいですかね。シャキシャンでしたっけ名前覚えてるね。もうゲーム、いろんなゲーム、私ゲーム実況させていただいてるんですけど、いろんなキャラクター出てこられますから、名前がですね、覚えきれないですよね。ぜひ皆さんもお時間あったらですね、ご覧ください。このゲーム実況ですね、楽しいゲーム多いですから。あれ、あ、そう、ゾンビちゃんしか攻撃してくれなかった、忘れてた。なんとすごい専門職ですね。これ白攻撃してくれるんですかね。攻撃しなさそうですけど、あ、白は攻撃してくださると。おお、出てきた出てきた。さあ、行きますか。逆さまに歩いていらっしゃる、どういうこと。あー、攻撃して、攻撃、どんな攻撃。あー、なんかそういうバリアチックな攻撃なんですね。あ、動き止めましたね。その代わりお亡くなりになりました。お亡くなりに、悲しいことに。あー、もう出せない。あ、ゾンビちゃんお強い。まあレベルがまだ少ないからですね、上げてないからですけど。猫島ちゃん、猫島ちゃんじゃない、お強いですかね。わ、カバちゃんも厄介ですね。さあ、七福神ちゃんで、あれしますか、妨害しますか。お、もうできるんですか、早いですね。
競技中の方は基本的に遅い方多いですからね、一回生産すると次の生産まで。こちらの、ですね、猫マシンちゃんも結構早いんですけど、さあ、まあそこまで、遠距離といえば遠距離ですね。コスモちゃんとどっちが、コスモちゃんは同じぐらいですかね。超遠距離でしたらですよね、猫ハッカーちゃんとかもいいですけど、でもそれより中に入られるとまた攻撃できないというですね、結構縛りが厄介ですからね。さあ猫マシンちゃんも出しますか。いやー、こちらのステージ未来編一丁なんですけど、それでも倒すの苦労しますね。さあクリアいたしました。いやー、いいですね。ぜひですね、どのキャラクター私が持ってるの、使いますよとですね、よかったらコメント欄でお待ちしております。結構もう衝撃でも増えてきましたね。何人いるんですかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 人もいらっしゃる。さあどの子を育てるか迷いますけど、進化もさせないといけないからですね、悩みますよね。さあではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。